トランプ氏、横田めぐみさん写真見つめ、解決への協力表明。私たちが元気なうちに解決してほしいつ。トランプ米大統領、6日面会した拉致被害者の家族らは、悲痛な胸の内を訴えた。トラン。氏は横田めぐみさん、行方不明時13歳の写真を手に取ってみつ、拉致問題解決への協力を表明したという。面会後に記者会見、た拉致被害者、家族会事務局長でめぐみさんの弟、拓也さん、よ。によると、トランプ氏は出席した17人全員と握手し、車座になって面談した、めぐみさんの母、早紀江さん、81、ハトラン氏が9月の国連演説で、めぐみさんの拉致被害に言及したことへの感。を伝えた、トランプ氏は、早紀江さんが持参しためぐみさんの写真、手に取り、首を振りながら、ひどいことだという身振りをしたと、めぐみさんの父しげるさん、84、は体調が優れず、この、の面会には参加しなかった。今月15日にはめぐみさんが拉致され、から40年を迎え、被害者家族の高齢化が進む、早紀江さんは会見、肉親が元気なうちに、自分の子供だとわかるうちに解決しなきゃ。ばと訴えた、田口八重子さん、同22歳の兄、飯塚茂雄君、79、は、日本の最優先課題は拉致問題、安倍、晋三首相と、力して取り組んでほしいと要望した。トランプ氏は、安倍首相と、力して、解決に向けた努力をすると応じたという、田口さんが2と1歳の子供を残して、拉致されたことに胸を痛めた様子で、その、人が列席した飯塚浩一郎さん、40、だと知ると、同情を示すよう、表情を見せた、曽我ひとみさん、58、は拉致被害者として、メテベー大統領と面会した。トランプ氏は握手した時に、帰国できて、かったですねと声をかけたという、記者会見では日本政府、取り組みを求める声も相次いだ。めぐみさんの弟拓也さんは、今回、面会は北朝鮮にとって脅威となったはずで、日本政府は解決へのことを進めてほしい。飯塚浩一郎さんは、日本が主体となって、救出、